どうも、北海道すみません芸人、札幌仕事、トシキです。大輝です。スクランブルです。お願いします。いや、ありがとうございます。行きましたね。いや、今回なんと、うん、全国ご当地レトロ喫茶戦争ということで、北海道はカフェ日の出さんにお邪魔させていただきます。すごい外観もね、すごいおしゃれですね。ねえ、ね、しかも見てください、うん、あちらのショーケース。豊富なメニューも品揃えも豊富ですね。はい。もう早速楽しみなんで、うん、早速入っていきましょう。入っていこう、入っていこう。行けば。どこ行くの？さあ、中に入ってまいりました。店内このようになっております。とてもレトロで、おしゃれなカフェ日の出さん、いいですね。メニューも豊富に取り揃えられております。あ、いいですね。こちらいろいろ様々なねメニューがありまして、いいですよ。これまたカレーライスセット、これも美味しそうでしたね。はい、ということで、ね、いただきますということでですね、私大輝が頼んだのが、卵サンドセット880円でございますね。ちょっとアングルも変えてみたりしまして、お、いいですね。いただきますということで、さあ早速一口。いいですね、いい頬張り方しますね。美味しい、美味しいと言っております。あ、スクランブルポーズ出ましたね。これが最上級の美味しいというアピールでございます。あ、美味しそう。これポテトサラダもついてまして、非常にね美味しかったです。あ、もう食べた後のこのコーヒーを飲んで黄昏れてる最中でおります。としきも美味しそうに見ております。グッドということで、次としきの番ですね。としきはですね、特製ミートソースセット930円ということで、これまた美味しそうでしたね。アングルまた変えちゃいます。いいですね。さあ、としきの番です。ちょっと巻くのに手こずって、ああ下手くそですね。としきは下手くそですね。さあ、パクリといただきました。お、いいリアクションですね。ファーストリアクション、美味しいと言っておりますね。もう口を見ただけで分かります、美味しいと。え、こちらは何と言ったのかはちょっと分かりません。いいですね。あ、美味しそう、美味しそうだけど、あ、また巻いて巻いて巻くの下手くそですね、やっぱりね。ちょっともっと巻いてください。あ、食べてる姿はいいですね。この衣装がまたいいですよ。これまた、あ、大輝はもう食べながら見ちゃってる、食べながら見てしまっている。あ、ごちそうさまですということで、あ、美味しいですねこれね、美味しいですということで、あ、スクランブルポーズ出ました。これ我々いつもやらせてもらってるスクランブルポーズです。あ、食べ物はこれ食べ終わりまして、なんか多分カフェこいつ初めて来たのに、なんか黄昏てる感じ出してますね。あれちょっと、なんかカッコつけタイムですねこれ。うなずいて、おー、面白い顔してる、面白い顔出ました。あれ、大輝もちょっと黄昏れちゃってます。あ、そろそろ動画が終わりそうです。皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。